ボール歩みがセル、歩むのを競ったボールはおーっと一気に前だ、おーっと入れ替わった、ダンデライオンチャンス、タム、いやーよく戻りました、シゲナイス。うち無人のボールあったから、確かに裏にケスケ出てきて、おーケスケ出てきたと思ったら、あいつスコーンっていうボール後ろに空振りしてで、あ終わったと思ったら、あの時逆サイやけど、うん、終わったと思った。ダンデのフォワードの人ももうもう全身全霊を込めて、しかも試合終盤やでも足プルプルの状態でもう私走ってたもんな、シュートがちょっと弱くなって、まあ、俺間に合ったんだけど、てかあれ前向けたやろ、え前向けたやろ、蹴り出したやつ、あクリアしたやつ、いやあれ怖かったよ、いや怖いよね、あれ怖い、あれ後ろからこうやって詰められたらめっちゃ怖い、俺もさ必死で、しかも俺あれ走れられたと思ってるもん、でもでしかも走ってる時にあ足とか俺ももつれだったもつれてさバーンとかなんて入ったら地獄やんと思ってあの蹴る瞬間の軸足絶対に滑らないようにふわっと置いてます、ふわっと置いてバーンさんとのシュート対決ぐらいのクリアしてたよ、こぼれ玉のなこぼれ玉に、でもお前よく走ってたね、マジで諦めてたのね、諦めてはなかった、うん、でも俺資源がおらんかったら入ってた、もうコロ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 って入ってた、いや入ってた入ってた入ってたけどスピード、まあ、そうシュートは遅かったし、あれ最初俺めっちゃ迷ってシュートもう間に合わんと思った、でシュートを打つとこにブロックしようとした、しかもあれ3人寄ったやつ、翔平くんもなかった、そう翔平くんが無回転みたいなのをバーンってちょっと後ろになってあ終わったと思ったらなぜかそこにはケイスケがノイヤーかのように出てきてさあもういろいろ事故ってたな、じゃあビーチサッカーのタイ代表かのようなロケットでソーンってボールをそらしやがってやついや確かにそう思えば1取れてよかったあの試合は、うん、そうやな、内容的にも、うん、こっちもほぼ決定が作ってないし、うん、そうやね、うん、でかいポジティブに捉えたらでかい勝ち点1だし、うん、まあでも次勝てばもう多分優勝